ウィス、こんにちは、たま先生やで。今回は、平安時代前までの600年代であるアスカの C 時代と、700年代の奈良、D 時代を教えていくな。まずは、C 時代だけあって、チェンジの C なるで。きっかけは、C だけに、チャイナの中国。ここが隋っていう国やったんが、通って国にチェンジするんや。すると、その党は、律令って法律でうまいこと国をまとめると、日本も真似してチェンジ。中の大兄王子や、中富の鎌足りって、C 時代だけに、中のついた人が645年。 豪族のトップ、蕎麦のイルカを、こんな奴いるか言うてぶっ飛ばし、国も人も全部国のもんやでっていう高知公民をやり出したり、党を参考にして日本を大改革、大化の改新をやったんや。その後、朝鮮半島では、C 時代だけに北から、コークリ、シラギ、クダラって全部 C のついたような国ができるんやけど、シラギが党の助けを受けて、クダラをくだらんと滅ぼして、コークリもポックリ行くと、朝鮮を統一。これにびっくりしたんが、我らが日本。 というのも、日本は一番近いくだらを応援してたからなんや。こうなったら俺らも朝鮮に負けてられるかー言うて、いつ攻めて来られてもいいように城を作ると、中野大江の王子が天地天皇にチェンジ。名前から言っても全地全能の神みたいな感じあるから、神様みたいに全国民のことがわかるよう、死だけに戸籍を作ると、その死後、今までソガーとかモノノベーとか一族同士で揉めてたのに、 戸籍を作っただけに、弟と子供で揉める。普通なら、年が近く、年配の弟、大怪人の方なんやろうけど、戸籍的には、一神党の大友のが近いもんな。ちなみにこれほら、最初のアニメでも言うた通り、日本って土地が狭いんで、国が一つにまとまったら、うちは揉めするっていうんがあったよな。日本史鉄則、仲間同士で揉めるうや。この戦いは、C 時代だけに、人死の乱、言うて、結果は名前からもわかる通り、大怪人と、お供。 そう。つまり、桃太郎の鬼対犬猿騎士の戦いってことやね。こんな桃太郎がおったから鬼に勝てたんであって、犬猿騎士だけやったら、そら鬼のが強いやろ。犬猿騎士に負ける鬼言うたら、そらまあ、狸レベルになるからな。ってなわけで、弟の大怪人の方が勝って、天地天皇の後を武力でもぎ取った、天武天皇になるんや。なんかさっきから略してばっかりね。お、C 時代だけにカットしてるんや。その後、いろんな仕組みや制度も整うと、701年。大法律令で、刑罰と政治のルールが作られ。 天皇を中心に、それまで豪族だった奴らも、貴族となって、みんなをまとめ。党みたいな都。つまり、シティができたんや。これが C 時代な。こうしてみると、まっさに C やな。いくつか怪しいのもあるけどね。そもそも、高知公民って K じゃないのとかっていう突っ込みは置いといたにしても。高知公民ってずっと続くんだったら、C って考えていいのそうや。だってこれ続かへんもん。ほんじゃ、この後どうなったんか、D 時代見ていこうか。 ここからは藤原氏が権力を持つんで、藤原って名前がめちゃくちゃいっぱい出てくんねやけど、D の時代の藤原だけ漫画みたく D つけるんで、D ついた藤原はこの時代の藤原やってわかるで。ちなみに藤原の始まりは C 時代の中富の鎌谷。こいつは後で藤原の鎌谷って名前に変えて、この D から増えるんはその一族たちや。中野大江の王子も天地天皇に変わるし、やっぱ C 時代の奴らはチェンジするのが好きなんやな。ちなみに C の締めで大宝律令を頑張ったのは中富の鎌谷の息子、藤原 D 不日とな。 てか、歴史では、藤原の不人とかって呼んでるけど、今は、名字が藤原ってなってても、藤原のって言わないやろ多分、これ、脳やなくて、どうやで。ゴールドロジャーも、本当はゴール D ロジャーやったんやし。あの漫画読みすぎですよきっとこの D ついた奴らが、世界をひっくり返してくれるはずやで。ほな、続きいくで。国の仕組みができて、最初にできた都は、D だけに、なんとでっかい平城京でおなじみ、710年平城京。 場所は奈良県や。都は10万人都市で、和道開鎮って D のついたお金も使われるようになった。日本の人口も500万人くらいおったらしい。最初の頃玉先生も500万人なんてよう昔の人が数えたなぁ思ったけど、C で戸籍を作ってるから、それで結構正確に分かったんかもな。それにしても手書きの紙の時代に500万人の戸籍って大変やろなでも、そこまでして戸籍を作ったんは、その苦労を超えるメリットがあったからなんや。 前も言うたけど、この頃の日本は、工事公民。人は天皇や貴族の持ち物やってことなんで、戸籍で正確に人数を把握すると、人に目いっぱい命令したんや。米作れとか、特産物持ってこいとか、兵隊として国守れってな。それが、祖、幼、長、兵役とかや。ちなみにその時、人に課した田んぼが区分でんな。6歳になったら無理やり国に押し付けられ、毎年米作らんとあかん。ほんで死んだら国に返す。反田収受の方や。 でも、そうやって人を古希使ったなら、かなりお金貯まったんじゃないのそれがそうでもないね。ってうのも、その時の天皇、聖武天皇が、だいぶ使っちゃったんよ。何そのお年玉の使い道みたいな言い方だいぶってどんだけ使ったのよいや、だいぶ使ったんやなく、だいぶ使ったんよ。聖武だってなわけで、みんなも一回は聞いたことあると思う、奈良の大仏って、聖武だだけに、聖武天皇が700年代、日本の中心である都が奈良にあった時に作られたものなんや。 こうやって大仏とかの仏教パワーで国をまとめようとしたんやけど、大仏買ったりとかして国が貧乏になったせいか知らんけど、もっとみんなからお米とかの税金を集められるように、どんどん田んぼ増やせって命令をしたんや。でももちろん、田んぼが増えれば仕事も増える。そんなん誰も言うこと聞かんやろせやから、頑張って自力で田んぼ作れたら自分のもんにしてーでっていうルール。本田永年資材法を作ったんや。 これで永年言うけど、全然良くない。っていうもうこれで確かに土地が増えて、収められる米とかも増えたんやけど、このせいで C 時代でできた高知公民は、早速ぶっ壊れて、国のもんやない土地っていうのができてった。これが天皇に歯向かう貴族を育てるね。C 時代に戸籍作って税金集めると、大物買うし、根伝永年資材法で土地広げて税金増えると、 みんなハム買うし。お金増えたら使う。お金増えたら使うっていう流れができてんな。その一方、裏では、藤原の D 一族が、まさに漫画みたいなことやっとんで。主人公も、さっきちらっと出てきた、藤原の D 不人。こいつの後、長屋王っていうのが出てきて、藤原の D 一族から実験が一件取られたかーに思うんやけど、今度は藤原四兄弟の藤原 D 四氏が盛り返し。なのに急にみんな病死。それを藤原の D 仲丸が盛り返し。なのに今度は同居って、坊さんまで出てくるも、最後は藤原の D 桃って、みたいな藤原 が鳥だけに取り返して、これで終わりの巻っていうだけに、天皇も関武天皇が都を京都の平安京に移して、藤原も D 種つぶって、名前のごとく次に種をつないで死んだんや。こうしてみると、とことんダメダメの D 時代やったけど、なんかめっちゃ海賊人気漫画みたいだよな。藤原の D 一族、はじめはフヒーやし。ルフィみたいに言わないでください。四孔も出てくるし。四孔じゃなくて四死ですよ。孔と書いて死と読むんです。政府の大仏も出るし。 はいはい、勝負の大仏ですね。最後は、一つなぎの大秘宝だけに、こっちも種つぶって繋いでるし。どんだけ好きなんですか過去にも応援動画まで作って。そんなことしてる暇があったら、D から E に移りますよ。確かに、漫画好きじゃない人からしたら、どうでもええわやもんなこりゃダメだ